この放送は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。千代台行きです。県庁前方面 JR 線京成線はお乗り換えです。お忘れ物のないようご注意ください。 The next station is 千葉 CM3. The doors on the left side will open. Please change here for the JR lines and the KSA lineはい、皆さんこんにちは。ジャーナルホワイトハウスの時間がやってまいりました。今日はね、あの千葉駅ということで、今回初めてここね千葉駅来たんだけど、なんでここへ来たか言ったらね、フィリピンに旅行行くことが決まったけん、ね、やっとこさね。ほいでまあね、成田空港がね、正式名称がね、新東京国際空港言うて言うんじゃろうけども、今どういうか知らんで、全然東京と関係ないところにあるけんね、めちゃくちゃ遠いけんね、東京から言ったら。千葉じゃけんね、みんな知っとってじゃろうけどね、ディズニーランドも千葉じゃしね、全然東京ディズニーランドじゃない、千葉ディズニーランドじゃけんね、あれも。そこの話はどうでもいいんだけどね。ほいじゃけん、近くに、成田の近くにちょっとホテル取ってからね。降りたホームの一番線に乗り換えください。あのね、広島からね、成田へ行く、そうだね、福岡から見てたんですけどね、福岡言ったらね、まだ今度、ね、マニアで乗り継ぎとかね、インチョンで乗り継ぎとかね、めんどくさいけね、直行便言ったらね、もう成田しか出てないけね。おじけね、成田は行こうかいうようなことよね。成田、広島から成田行って、成田からね、またね、成田行くたらね、めんどくさいけんね、ちょっとここらね、スーパーホテル取ってからね、一泊してからのんびりしようか思うから。いうようなことでね、今回この千葉のね、千葉駅の近くにホテル取って、ついでに千葉のロケもやってしまおうかいうようなことでね。スタッフ連中来れるやつ来いやいうことでね、これなんかね、これモノレールなんかいろんな方式があるよね。これ吊り下げ方式の前もね、スカイレールとかね、やったけど、これらはもう完全に電車がぶら下がってるような感じよね。これスカイレールとか横浜キャビンなんかね、ちょっと前にやったスカイレールとか横浜キャビンなんか、あのロープウェイみたいなね、ゴンドラいうんかね、ゴンドラみたいなのがぶら下がって、行くいうような感じよね。これらはもうゴンドラじゃないもんね、全然もう普通の電車やね、もう電車がぶら下がってるような感じでね、いろんな方式があって、何回も言うけどね、あれら全部鉄道事業法いう法律で管轄になってるけど、全部くくり的には鉄道になるけど、別にジャケットしたん言われればそれまでなんだけどもね。ほいで前ね、この千葉駅に来るにあたってね、別にあのモノレール乗ってきたわけじゃないんだけどね、この千葉はね、ところじゃね、ここはね、インフラで言うたらね、それはね、東京には勝てんかもしれんけどね。ここらね、そがねね、全然ゴミゴミしてないしね、人がね。全然都会にしてはね、ゴミゴミしてないしね、これはええわ。
まあ、ちょっと千葉はね住んでもええかないうような感じはね、まあ、物価がどうかなんか知らんけどね、うん、ここらねモノレールは走っとるわ、 JR の駅はね大きいしね、総武か、まあ、今から出てくるけどね、総武線じゃ何やら線じゃ外も内もじゃあってからね、いろんなのがあってからね、これでから、あれもあれ、私鉄はね京成本線かいうかいね、京成電鉄あれもあるしね、これでまあ JR の駅でさえねこれね10番ホームまであってからね、うん、ほいでまあね近くには成田空港もあるしね、まあ、羽田行こう思ってもね全然羽田に乗り継ぐのもね全然もう楽な感じだしね、うん、結構な規模のねインフラで言ったらね大規模もう東京には勝てんかもしれんけどね、それはね東京はそれはすごいけどね、うん、まあでもねこれでこれ見てみさいや、これ改札の中にまたこれエスカレーターがあってね上の方に行ってからね買い物ができるんだけど、駅中言ってからね、うん、これはまあまあどういうあれなとかしないけど、これじゃあ例えばよこのね上に上がったところに自分のお気に入りの店があってよ、電車に乗り用事はないんだけど、まあ、あこの店に行きたい言うたらいちいち入場券かなんか買わなきゃいけんのかね、ようわからんけど、まあ全然興味がないけんね、どがな店があるか見てはないんだけども、またこれでここ滝の化粧室行ってからねトイレだけどね、まあ、また年寄りがなんかねわけのわからん年寄りがなんかやらかしてからね緊急ボタン押さ、それでこの女の職員の人がね、まあ、対応に追われとるかね、何があったか知らんけどね、まあほんま年寄りいうのは鬱陶しいよね、うん、何かしらやあえて問題を起こしてからね対応に追われるかね、まあ、めんどくさいわ、うちの親父もそうなんだけどね、もうボケてしもうてからね、もうほんま鬱陶しい、うちの親父なんかでもねボケてしもうてからね、もうい電車じゃね、やっぱり広島と違うよね、もう野別交換なんじゃけね、うちの親父なんかね、はあ、もうボケ上げてしもうてからね、わしが息子かどうかわからんんじゃけど、もう悪の他人情は持っとるんじゃけね、いよいよことならんよね、年寄りいうのはね、あがな年寄りはね、もう早よ知ってもらいたいよね、あー鬱陶しいわほんま、おふくろが介護しおるんじゃけどね、まあそがの話はどうでもええわとりあえずね、この千葉駅のね一番ホームからね、まあ見ていこうかいうような感じだからね、あの本来ならね、わしはね この日はね、あのあっこいこう思うたんよ、この冬じゃけんね、冬のね何月にねロケに来たんかちょっと覚えとらんのんじゃけどね、あのうち広島の五日市なんじゃけど、ね、東京にね五日市専用のがあるのね、まあまあこの辺の人ら知っとるかもわからんけどね、五日市、広島の五日市とどう違うかいうのは武蔵五日市の方へね見に行こうか思ってね、そういう予定しとったんだけどね、この日大雪よ、ここらね、あの東京とかね千葉の方はね、あの割と太平洋側に近いけね、そがにねと雪は降らんかったんじゃけどね、あの奥多摩じゃね、あの武蔵五日市じゃなね、東京なんぼ東京都じゃ言ったってね山奥の方じゃけね、大雪が降るいう予報が出たんだよね、天気予報で。
まあやっぱりさすが千葉も賑やかな駅でからね、さっきの話しとったんかいね。ここらも電車好きにとってたまらんところよね。今日は北条家ね、武蔵五日市とか奥多摩の方は大雪が降るよという系ね、大雪予定変更してね、今日はね、五日市、あの武蔵五日市行く予定だったんだけども、まあ、なんかね、雪の影響かなんか知らないけど、いろんなことがあってからね、まあなんかもう中央総武線の快速がね、4番ホームに止まったりね、なんか臨時で変更になったりで、まあいろいろあってからね、そりゃ雪の影響かなんか知らんけどね、まあほんま もっともっと地球温暖化させなきゃいけんよね、これね、ほんまね、雪が降ったらもうわしらやれんもんね、こがんな、まあ、まあね。これが、成田エクスプレスね、成田エクスプレス A ね。
ものすごいゆっくり来るけどね、さっきの青い電車。あれ、中央総武線の快速じゃ思った。千葉はええところじゃね、これほんまね。まあ、千葉のね、物価がどがなもんか知らんけどね、これはええとこよね。だからそんなにね、ね、人が東京みたいに全然ゴミゴミしてないしね、うん、ちょっと住みやすげな感じはするけどね、見てますね。遅れまして申し訳ございません。終点の千葉駅4番線に到着です。外房線の本千葉、蘇我、大網、茂原方面、上総一ノ宮行き、ただいまお隣ホーム5番線、お客様のお乗り換えをお待ちしております。本千葉、蘇我、大網、茂原方面、8時56分発外房線の上総一ノ宮行き5番線にてお客様のお乗り換えをお待ちしております。総武本線の津賀四つ街道方面桜行きは8番線から9時6分、その後総武本線の八幡、鳴門、四日市場方面銚子行きは7番線から9時16分に発車いたします。到着遅れまして申し訳ございません。折り返し9時7分発の東京方面快速大船行きです。
ほんまね、ひっきりなしにね、来るところでね、割と賑やかなところではあるんだけどもね、でもなんかね、街並みはね、そんなにゴミゴミしてないしね、静かなところではあるしね、あれは住みやすいと思うよ、わしはね。都会はね、東京なんかね、遊びに行くのは楽しいかもしれんけどね、もう全然住むとこじゃないけね、あっこらね、物価高いしね、もう東京なんかね、住むのは嫌じゃけどね、もうこりごりよ、わし前も言ったけどね、横浜なんかに住んどったけどもね、もう横浜ね、遊びに行くのは楽しいけども、住みたくないね。東京をご利用くださいまして、ありがとうございます。今度の8番線の列車は10時17分発総武本線八日市場周り普通銚子行きです。 Thank you for riding with JR East. The next departure from track number 8 will be the 10:17 AM local train bound for 銚子 via the 総武 line。まあ、今からね、7番ホームからね、もう見てもらうんですけど、短い4秒で到着しております。短い4秒言っても、なんかすごい名残見えるよね、なんか広島のレッドウィングからしたらね、もうなんかもうやっぱりの、まあ、イメージ的なもんかもしれんけどね。寒いのにアイス買う人がおるんじゃろうけど別にそうでもいいんだけど、芝はええとこだね。もうなんかね、全然ゴミゴミしてないしね。ほいで、まあちょっとね、7番ホームから10番ホームまではね、ちょっとどう言ったらいいか、まあ成田方向へ行くような線路のカーブになっててね、なんか駅自体がね、 X の字型になってるね、小文字の。下り方面はね、こうやってね、左カーブになっとってからね、1番ホームから6番ホームはね、右カーブになっとってからね、うん、俺らはもうね、成田方面から来た電車よね、これがね、まあ、今見えとるのはね、1番ホーム、2番ホームあたりのあっちの方、同じ敷地あって別に離れてるわけじゃないんだけどね、なんかすごい遠いように見えるけどね、線路自体が Y の字になっとるけどね、あ、なんかすごい離れてるように見えるけどね、全然離れてないけどねまあ、エレベーター乗っていったらね、
普通に1番ホームとかね、10番ホーム折り口とか。Your attention, please. The Narita Express 15, bound for Narita Airport, Terminal 1, will soon arrive on track number 10. For your safety, please stand behind the yellow line. あのね、コロナがピークの時にね、ご利用くださいましてありがとうございます。千葉駅中盤線に到着です。お忘れ物にご注意ください。中盤線到着の列車は特急成田エクスプレス15号成田空港行きです。あれがねピークの時にね行ったんやん。1年か2年ぐらい前にね、武漢ウイルスがピークの時にね、慣れた空港行ったんやね、とかなもんか。ウイルスがピークの時にね、成田空港行ったけどね、誰もなかったよ。ほんま閑散としとってからね、これが国際空港か東京の国際空港かいうような感じだからね。まあでもね、よう乗り切ったね、あのね辛い時期をね、まあ日本経済全体にしてもそうだけどね、よう乗り切った乗り切れんかった人もおるんだろうけどね。地方なんか潰れた会社もね、武漢ウイルスのせいで潰れた会社もえっとあるんじゃろうけどね、まあ別にそがな話はどうでもいいわ。あの千葉駅を言ったらね、この JR だけじゃなしに京成千葉いうのもあるけどね、京成電鉄やね、これもあるけどね、まあちょっと寄ってみようかいうような感じでね。まあほんま成田エクスプレスなんかもね、あの便数減らしたりしてからね、まあほんま日本経済全体がしんどったっけね、あの時はひどかったよ、ここら来たけども。もうね、成田空港なんかね、人っ子一人おらんかったしね、もう
大回りとね、掃除のおばちゃんしか掃除もせえていいんじゃないかいうような感じだったんだけどね、誰も来んのじゃけね。まあすごかったね。まあ、ほんでその後ね、あの電車乗ってからね、あれ 何言うかいね、京急本線か、京急本線かなんか乗ってからね、あの羽田空港まで、羽田空港も見に行ったんよ、あの時武漢ウイルスがピークの時にね。羽田もしんどったね、ほんまにこの空港潰れるんじゃないかというような、まあひどかったよ。まあよう乗り切った。まあ地方の方はね、潰れた会社とかもえってあるんじゃろうけどね、あの騒ぎはほんま何だったんじゃろうかいうような感じよね。まあだけど結局ね、あの武漢ウイルスじゃけ言うて騒ぎすぎないよね。ほいで、まあね、今年の5月に、これ何ホテルフローラ船橋の A 宣伝になってるけど、まあね、さっきのあの話しようとか覚えとらんけど、まあここらはほんま JR の電車も見れるしね、あ鉄道好きにとってはたまらんところやね。ここここらの駅は、これ何袋の袋の建物が、これ何かよう知らんけど、いやここもええところよね。東京ほどじゃないにしてもね、
でもなんかもう静かなところ、意外とね東海にしては静かなところだしね、あなんかもうええわだから、まあ、千葉は気に入ったわ、いろんな電車が見れるしね、まあ住んだら住んだで飽きるんかもしれんけどね。はい、というようなことでね、まあ、千葉駅の企画終わります。またね、次の、動画で終わり、この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。